井くん、ちょっとしっかり。救急車を。それは僕の咲子さんの写真。縦になってくれたのね。さきこ。
幸せな時か。めぐるくんはどう？今までを振り返ると幸せ？幸せだったとまでは言い切れないけど、でもそれなりに充実していたと思うよ。それは今もね。今も？そう、まあ当然よね。なんといってもこの花学園にはこの私と新聞部が並び立っているんだから。今回は私の負けみたいね。どうしちゃったの？珍しく潮らしいセリフじゃない。あら、いけない。結局私は最後まで踊らされていたもの。得意になって四大天使の見立て殺人に気づいた気になって、それこそが犯人の狙いとも知らずに、結果的に私のつまらない思い込みが捜査を遅らせる最大のネックになってしまった。その点あなたと桃井君はともかく結果を出してみせたわ。たとえそれが偶然の賜物だとかたまたまのラッキーによるものが大きかったとしても、ともかくあなたたちは事件を解決した。勝ちは勝ちよ。なんか最後の方がトゲのある一言に聞こえたのは気のせいかしら。とにもかくにも、要するに私たちの勝ちってことで依存はないわけね。ええ、それに賭けのこともちゃんと覚えているわ。勝ったあなたたちは負けた私に何でも要求する権利がある。だからこうしてここに来てるんじゃない。なかなかにあっぱれな態度ね。めぐるくん、どうしたい？え、僕？しよっかな。あのさ、もういいんじゃないかな。え？どういうこと、めぐるくん？勝った負けたっていうのはやめにしないかな。事件も無事に解決したわけだし、よく考えてみれば勝負なんてすることなかったんだよ。それじゃ約束が違うじゃない。そうよ、私も納得できないわ。なんか初めてね、しのぶさんと意見が合うなんて。まあそうね。じゃあ僕が決めていい？何かあるの？うん、それは
花さんと忍が仲良くなるってどう？冗談じゃないわよ！それは絶対無理！無理よ！どうして？どうしてもこうしても、しのぶさんを前にして言うのもなんだけど、相性の問題よ。私は別にいいけど。本気で言ってるの？私ひどいこと言ったかもしれない。気にしないで。あなたと仲良くすることくらい簡単な話よ。私が大人になればいいだけのことでしょ。それに相性とかそんな小さなことで私はごねたりしないから。やっぱり却下よ却下。仲良くなんて却下よ。真由美先生、どうかしたんですか？桃井くん、あなたたちに頼んでおいた子猫の件、どうなってるの？あ、その様子だと忘れていたんじゃ。ちゃんと見つけ出しますから、もう少し待っててください。決めたわ。しのぶさん、あなたに対する要求は私の永遠のライバルでいること。どんな小さな事件でも私と勝負よ。次は負けないわよ。行くわよ、めぐるくん。